い、どうも、森さんです。前回の動画を見ていただいたら分かる通り、かなり短くなりました。夏仕様で相当短くなっております。まあ、前回の動画が王道のアップバンドなんですけど、まあ、解説動画が結構ね、もう3、4本ぐらい昔出してると思うので、まあ、解説なしで普通にやってるだけの動画という感じで、やらせていただいたんですけど、今回別アレンジで動きのある髪型にしていこうと思います。まあ、いつも通りアイロンで、細いアイロンでやっていきます。で、後ろもつむじ回り、こうやって内巻きにしたら、もうあと全部、外羽です。もう全部、外羽にします。後ろやるときなんですけど、まっすぐ外跳ねっていうよりは、こう左にしたり、右にしたりして、こう毛先がいろんな方向に散るように、こうやってください。で、さっきやったみたいに、左手ですくって、指でこう毛をつまんだら、つまんだ毛束の中からちょっとずつこうすくって、アイロン入れていくっていうような感じだと、短い髪の毛でもやりやすいです。すごいなんかオーバーな動きするとこういう感じですね。なんか工藤静香さんみたいなね、こう、てれ、てれみたいな。てれ、てれみたいな。もし持ってたら、こういうね、止めるクリップね、ダッカール。こういうのでちょっと小分けにしながら、この辺も、全部外跳ねで、右とか左とか、ランダムに入れていきます。ここの1列終わったらまたちょっと上にずれて1列みたいな感じで、まあ、3つぐらいこうやってパネルに分けてね、それを左側3つ、真ん中1、2、3で右側1、2、3みたいな、合計でこう9個ぐらいのブロックに分けて同じ作業を繰り返していきます。ちょっと早送りにします。アイロンはこれで終わります。次ワックスなんですけど、今回は2種類使います。最初にこのクレイ、オーシャントリコのクレイを使って全体的にしっかりと立ち上げます。量はほんとちょっとでこれぐらいですね。爪1個分ぐらいしか取ってないです。中間から毛先にしっかり全体的に揉み込んでいきます。まあ、いつものことなんですけど、根元にはつけません。手のワックスがなくなるまでしっかり全体になじましていきます。はい、こんな感じでクレイが全体になじませ終わりました。そしたら次はこのナチュラルを使います。今のままだとちょっとねパサつきがあるのと、いろんな方向に跳ねさせて広がりすぎてしまっているのをこのナチュラルで少し抑えます。ナチュラルもさっきのクレイと同じぐらい取ります。ナチュラルはこうやって表面を撫でるだけ使います。毛先にしかなじませません。こう毛束があるとして、中間からつけるとこういう毛束になりますね。毛先だけつくと毛先しかまとまらないので、こういう毛先だけピッてまとまった、ちょっと太めの束になります。これ毛先だけと、これ中間まで。自分がどういう質感を作りたいかによって、こうつけるワックスのね、位置とか量とかっていうのを調整してみてください。そしたらあとはかけ下ろすだけです。最後に毛先を整えて完成です。こういう感じになりました。やっぱりね、ナチュラルをちょっとつけてることによって少しこうツヤ感がねあるのと、クレイだけをつけた時と違って毛束が少しシャープになっています。今回はこういう感じで前髪を少し前に出すようなね、ちょっとモヒカンに近いような
感じに仕上げたんですけど、これを全部上に上げるのもありだと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとこう横とか斜めとか振った時にこう前に出てるのがわかるので、まあ、こういう横向いた時、斜め向いた時の角度が一番かっこよく映るような髪型ですね。まあ、これはモヒカン系は大体全部そうですね。正面向いた時でもシュッとしてて、まあ、かっこよく爽やかに見えるかなと思います。前回やった普通のね、王道に比べてだいぶこうフォルムが違うと思うんですけど、同じ髪の長さでちょっとアレンジ変えるだけでね、こんだけ違う髪型が単発でもできるので、夏ね、ぜひこういう短い髪型ね、やってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。